どうも皆さんこんにちは。どうも皆さんこんにちは。衆議院議員前に集まられた皆さんこんにちは。共謀罪を今国会どんなことがあっても成立させない廃案にするために一緒に頑張っていきましょう。紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。言うことがだんだんめちゃくちゃにっていうか元からめちゃくちゃなんですがますますなってきました。ご存知一般人も対象になりうると法務省は言いました。それもそのはずですよ。この答弁はずっとこのままです。 NGO や会社やいろんな団体がその目的を一変すれば性格を一変すれば組織犯罪集団となる。これが法務省の考え方です。どうやって一変したと見るんですか。高江のテントの中で活動しているのは一変するんですかしないんですかと聞いてももう本当に明確な答弁はありません。そしてもう一つ準備行為以前も捜査ができると答弁をしました。ということは共謀の時から捜査が開始するわけです。準備行為なんて単なる付け足しではないでしょうか。ご存知準備行為は散歩や下見や資料を集める第三者に話すことも準備行為です。共謀罪元の共謀罪とほとんど違わないではないですか。政府はテロ等準備罪と嘘をつくなどうでしょうか。277あるいは300以上計算の仕方によれば300以上になるとも言われる対象犯罪別にテロに限ってはいないじゃないですか。テロに限ってはいません。全ての犯罪が窃盗だって傷害だって私たち普通の普通ってか普通っていうのも変ですがみんなが関係することだと思います。共謀罪どんなことがあっても成立させてはなりません。今朝の読売新聞に安倍総理が憲法改正を目指しているという記事が載っていました。彼の安倍総理の任期は2018年9月まで総裁選があります。でも3月の自民党大会で党則を変えて参戦まで可能と変えました。謝罪が9、2011年9月まで安倍総理は総理をやろうとしていると思います。2019年が統一自治体選挙と参議院選挙、2020年が東京オリンピックです。2021年9月オリンピックの後に憲法改正すれば発議をするのであれば、憲法改悪の発議ですがしようとすれば時間切れになるかもしれません。そうだとすると総理は2018年、少なくとも2018年には憲法改正発議をしたいと思っているという記事が載っていました。皆さんとんでもありません。安倍総理は秘密保護法を成立させ戦争法も強行し盗聴法の拡充をし共謀罪を成立させようとしています。共謀罪を使おうとしてるんですよ。皆さん共謀罪を使おうとしていると私は思います。反基地闘争、脱原発、あるいはさまざまな反戦平和への思い、さまざまな市民がさまざまな組合が声を上げていく、相談する、コミュニケーションを図る、何ができるかみんなで相談する、市民が話し合う、それらを場合によっては引っ掛けて逮捕しよう、捜索しよう、これが共謀罪ではないでしょうか。誰だって誰だって誰だって無縁ではありません。誰だって誰だって予想外のところで引っ掛けられるということもあります。唯一共謀罪から逃れる方法はこれあまりに早く規制が成立しますから自首しかありません。あの人たちこんなことを話していましたと警察に言った人だけ犯罪が成立しないんです。こんなのスパイ活動を本当に蔓延させる、 FBI がブラックパンサーなど反戦運動にたくさん入っておりました。人と人との関係コミュニケーションを壊していく、
人と人とがつながっていく、それをぶった切っていこうとするのが共謀罪ではないでしょうか。民主主義の敵ではないでしょうか。市民の普通の人の一般人の敵ではないでしょうか。自分は関係ないということはないんです。あなたの問題なんです。そして皆さん、この社会が物言えぬ社会になれば民主主義は機能しなくなります。全ての人の問題なんです。共謀罪、どんなことがあっても成立させてはなりません。私たちは自由です。私たちには表現の自由がある。私たちには結社の自由がある。コミュニケーション取りたい、人とつながりたい、それを破壊する共謀罪、どんなことがあっても、どんなことがあっても廃案にしていくように、社民党、そして野党と共闘して、そして市民の皆さんとの共闘で頑張っていきます。皆さん、廃案にしていきましょう。安倍内閣と共謀罪を一刻も早く葬り去っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。